フィブリンは血液の凝固に関わるタンパク質である。繊維状タンパク質で傷などが原因となって血小板と共に重合し、血球をくるみ込んで血泌を形成する。止血や血栓形成の中心的な役割を担っている。繊維素あるいは繊維素とも呼ばれる。フィブリンによる血液凝固の仕組み上段に示したフィブリノーゲンがトロンビンの作用により、 中段のようにフィブリンポリマーとして重合する。さらにサーティン因子の作用により青い線で示した過境構造が追加され、より強固な安定化フィブリンとなる。フィブリンは分子量約33万のフィブリンモノマーが重合した繊維素である。肝臓で合成され結晶中に溶解している糖タンパク質である繊具体、フィブリノゲンからフィブリンモノマーが作られる。 血液の液体成分である結晶に占めるフィブリノゲンの割合は0.2から0.4%である。フィブリノゲンには3種類あり、合計6本のポリペプチド差が過境構造によって連結された構造をとっており、分子量は約34万である。血液凝固のシステムは複雑で様々な経路が存在するが、いずれも最終的にはプロトロンビンが活性化されて、 セリンプロテアーゼの一種であるトロンビンとなり、トロンビンがフィブリノゲンの各鎖の C 末端から計4つのペプチドを切り出す。この状態を特にフィブリンモノマーと呼ぶ。フィブリンモノマーはさらにカルシウムの作用によって互いに重合して、難容性のフィブリンポリマーにさらに第ィン因子の作用でフィブリンポリマー間の過強結合がなされることで、 安定化フィブリンと呼ばれるメッシュ状の繊維となり、血液凝固を引き起こす。抗議には、フィブリンモノマー以降を、競技には安定化フィブリンを、フィブリンと呼ぶ。出血を防止するための止血システムであるが、血管内膜が障害されると、同様のメカニズムにより、血管内で、局所的な血液凝固が生じ、血栓を形成する。また、細菌などの異物が侵入した際に下流球が、 放出するヒスタミンにより血管透過性が上昇すると結晶中のフィブリノゲンが組織に漏出し炎症を生じて血液凝固を引き起こす。これは侵入したい物を拡散させず難溶性繊維素の中に封じ込める効果と局所的な血流阻害作用により細菌の拡散を防ぐ役割を演じていると考えられている。フィブリンが長時間血管内に存在すると 血流障害等を引き起こし、生体にとって不利益になる。これを分解するのが、プラスミンというタンパク分解酵素である。プラスミンは、その先具物質であるプラスミノーゲンの形で血中に存在し、フィブリンに吸着される性質を持つ。プラスミノーゲンにカリクレインやプラスミノーゲン活性化因子が作用し、限定分解されることで、プラスミンに添加し、フィブリンの分解を行う。 活性型プロテイン C は、プラズミ農ン活性化因子の組織から血中への有利を促進し、血栓溶解に関与する。抗酸玉は、フィブリン形成部位に集まる性質があり、専用促進物質を内包していることが知られている。また、フィブリン溶解は血中のみならず様々な分泌腺においても溶解する必要があるため、尿、胆汁などの分泌液にもプラズミ農ン、 活性化因子が含まれる。特に尿中のプラスミノーゲン活性化因子である、ウロキナーゼは、血栓溶解剤として製品化されている。強固化スケードが更新して、フィブリンが生成過剰となると、フィブリン網に血小板、赤血球等が絡みついて、固体となり、血栓症が生じる。意味のないフィブリン生成や、未成熟のフィブリン溶解が更新すると、出血傾向となる。 肝機能障害、または肝疾患では、フィブリノゲンの生産が減少し、あるいは活性の低い異常なフィブリノゲンが生成する。フィブリノゲンの遺伝性異常では、酸性量、質ともに影響を受け、無フィブリノゲン血症、低フィブリノゲン血症、異常フィブリノゲン血症、低異常フィブリノゲン血症等が発生する。フィブリンの減少、欠乏、機能不全は、 血友病を引き起こす。人のフィブリンと2つのフラグメント D の結晶構造左の図は、人のフィブリンの左右にフラグメント D が結合した分子の結晶構造である。主な二次構造として、アルファヘリックスとベータシートが見られる。小さな青い部分は結合したリガンドである。リガンドは、カルシウムイオン、アルファ d マムノース、D グルコサミンである。ありがとうございます。